はい、今日はサクッとヘアバンドにしちゃいましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日このブリックステッチと呼ばれる、どれだ、これだブリックステッチと呼ばれる、まあ、模様編みなんですけれど、2色、色を2色使いまして、これちょっとレンガ風ですね。ブリック、レンガのことなんですけれど、でただの真四角いレンガじゃなくて、ちょっとね、こうちょっとだけ曲線、まあ、こういう模様が、まあ、ある、まあ、直線で作ってもよかったんですけど、こういう模様もあるのでっていうことで練習しました。で、まあ、これね、ヘアバンドにしたら可愛いかなと思うので、今日はこれをヘアバンドにしていこうと思います。そして、まず基本のね、鎖編みをしまして、で、まあ、ヘアバンドにするのでということで、鎖編みの裏山を拾って細編みを1段編んでおきました。何目あるのかは、数えておりません。数えてないんかいって話ですけど、このブリックステッチ、私が今から編もうとするのは8目一模様なんですよ。まあ、ここから始まりまして、ここから8目なんですね。ここのこの鎖編みのところまで8目なので、8目一模様なので、8目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 って編んでいって、いい長さかな、もう終わりかなと思ったら、最後だけ7目にしてあります。これで、つじつまが合うので、でこれで編んでいこうと思います。で、1段目はもう細編みで編み終わりました。じゃあ2段目をどうするか、1段目の最後の細編みの引き抜き編み部分で、はい、新しい糸に変えますと。鎖編み一つしてくるっと回して、ここからね、昨日と同じなんでサクサクっと編んでいこうと思うんですけど、昨日、はい、細編みを同じ根元に細編み、はい、次の目によいしょ、中長編み、長編みを3目で、はい、中長編みで細編みですね。で、鎖編みを1つ編みまして、ここ目をね、1つ飛ばして隣に細編み、これをね、ひたすら端っこまで入れていきます。昨日もね、車屋さんでね、言われたんですけれど、まあね、私が YouTube やってるということはバラしてはおりませんが、かぎ針はどこに行ってもね、かぎ針編みのこう編み物 キットじゃないですけど、持ち歩いて編んでいるので、まあディーラーの人も知ってるんですよ、私が編み物をいっぱい編んでるおばちゃんだということは知ってるので。なんか近くで手作り市みたいなやってますけど、出さないんですかって言われたんですけど、いや本当にね、出すの大変ですよねその準備たるや、私にそのね、準備をするなんて言うんでしょう、あれがないんですよ、気合が気合の問題かとか、同じものを10個20個って作るのがね、苦手でして、お気に入ったらね、サクサクそれその時は作るんですけど、じゃあ出店に向けて作りますよって言って、10個20個用意、30個用意できんのかって言われると、多分ね、私無理なんだと思います。一点物って感じで全部違うものになるとは思うんですけれど、そうなるとね、なかなかどうしてですよね。バッグとかだったらいいね、あの一点物状態でいいんですけど、ヘアバンドとかね、こういう小物でさえね、同じものを作るのが苦痛でしょうがないので、はい、これ1段終わりました。やっぱこのぐらいの長さで作ると迫力ありますね。で、はい。で、また鎖編み一つして立ち上がってくるっと回して戻っていきます。同じ編み方ですね。同じとこに細編み一つ、次に中長編み一つ、長編みを3つ、で、中長編み一つして細編みをして、で、鎖編み一つして、1個飛ばして細編みで中長編みと、まあ、これをずっとまた繰り返していきますと。最後中長編み編んで細編みを編みます。細編み、最後の細編みの時に糸替えをしちゃいますと。で、鎖編み1つして、で細編みを編んでいきます。で、7まで編んで、8の時鎖編みになってるんですけれど、これよく見るとね、開いてるんですけど、この下のところ、1段目の
細編みを拾ってぐいっと持ってきて長編みと、でこっからまた、はい、細編みを7個もうひたすらやっていくしかないと。いや、ゲーム実況もやってみようかな、どうしようかな。ゲームチャンネルを作るかどうかなんですよね。今これ編み物チャンネルとして、ハウツージャンルとしてやってるので、ゲームとゲームを混ぜて良いものやらこの動画の投稿の中にと思っております。はい、端っこまで来ました。でまた鎖編み一つしてくるっとして、もひたすらあとはですね、細編みをこの1段はしていきます。よいしょ。でこう2段目またね、これ青い糸で編んでいくんですけど、ちょっと糸を変えようと思うので、この糸さんを終了させて新しい糸をつけようかなと。実は同じ青なんですけど、微妙に色味がこっちの方が柔らかい青ですね。でこっちの方が細いのかな、細い青か、こう微妙なところなんですけど、でここからですね2段目上がっていくんですけど、2段目はこの半分ちょうどこう間に入るように編んでいくので、一番最初1,2,3目で立ち上がってくるっとして、はい、次に中長編みで細編みで鎖編み一つして、でちょうどこのね長編み3目の真ん中を1目飛ばす形になります。で隣に細編みと、で中長編みで長編みですね、長編みを3目で中長編みを編んで、また細編みと、これで膨らむ部分がちょうど交互に互い違いになっていくという感じですね。これをまたずるっとやっていこうかなと。この模様は中身の色と縁の色で遊べるので、同じなんかモノトーン、こう縁を黒にしてなんかグレーとかにして、ちょっとねモノトーンチックな感じにしてもいいし、こうパリッとね明るい色でパリッと、あ、目に入るこの明るい色っていう感じの陽気な感じにしてもいいし、こう何でしょう、パステルカラーでねふんわりした感じにしても可愛いしっていう感じになるかなと思います。でもね、あっという間です。これもまたあっという間に編み上がるものですね。やっぱヘアバンドぐらいだとあっという間でございます。細編み、中長編み、で最後長編みで終了と。でまた 1,2,3 目編んでくるっと回して同じですね。中長編みの上に中長編み、細編みの上に細編み。できまして、最後の引き抜き編みの時にギュギュッとで、はい、鎖編み一つしまして、もう最後にするので、ちょっとこの青い糸も編みくるんでいっちゃおうかな。はい、で細編みを編んでいきます。はい、3目編んだらこの下のね鎖編みがあるところ、下のね鎖編みでこう飛ばした、目を飛ばしたこの目を拾って長編み、はい、次って感じですね。よいしょ。で、1、はい、2、で、3。で、ここで鎖編み1つして、はい、戻っていく。もうダラダラでございますね。ダラダラと作ってる過程をお見せしてるだけでございます。ひたすら編んで、ひたすら喋ってる。これがひたすら編んでひたすら喋ってるが、私の場合ゲームになったらゲームをしてひたすら喋ってる。今喋ってるのに変わりないので、ゲーム実況しようかな。これで終了ですかね。はい。いや、可愛いと思うんですよね。はい、本体の方これにて終了でございます。で、ここから糸始末をしまして、糸始末をしてこの紙ゴムにね、通していこうと思いますんで、はい、ちょっと糸始末。まずは糸始末。なので、これで、こう、ゴム入れて、
よいしょ。もう、まだ何もしてないのにもう絡まってるってどういうこと？で、こっからゴム通して、まあ、適当なところに合わせてギュッと折り返しまして、ここの端っこ、ゴムが出てるね。このところからちょっと巻きかがりをしまして、ちょっと表に影響出ない程度にかがっていこうかなと。信じられないぐらいの縫い物のセンスの中の私が塗っております。で、適当にこう縛ったところで糸を何個か通して、裏に通して、で、直近こで、ここでよいしょっとこうね、ねじれないように、ねじれに気を注意ですよ。ねじれに注意で、はい、持ってきて、ここでも止めると。でもまたレトロな感じでいい感じかな。なんでしょうね、最近私こういうのが好きなんですかね。その時その時で自分の中の好きなものってありますよね。マイブーム、多分今私のマイブーム、こういうなんかカラフルなちょっとレトロチックなのがマイブームなんだろうなと。はい、おお、できた。どうでしょう。かわいいと思うんだよな。これかわいいよ。やっぱ色の大きさがやっぱこっちの方が多い分だけかわいく見えますね。そう、まあ、いいね。私が以前編んだウェーブ、このウェーブの編み地にちょっと線が入るだけで随分グッと変わりますね。縁が入るだけで。え、面白い。いい感じのものができました。じゃあこれで、はい、ブリックステッチのヘアバンドの完成ということで、ほんとね、1日でね、ほんと今ね、1時間ぐらい、ほんとに編み始めて1時間ちょいぐらいでできるので、おすすめですね。楽しいし、カラフルだし、かわいいし、でちっちゃいね、お子様頭ちっちゃいので、こう大きい、こうすっごい幅でね、なんだなと思ったら、ちょっと細い糸で、細めでね、作ってあげてもいいんじゃないかなとも思います。はい、できた、できた。というわけで、本日の、撮影、本日はこれにて終了したいと思います。またね、明日何しよっかな、他のことをやっていきたいと思います。それではまた、じゃあ。